皆さんこんにちは。このチャンネルでは私バンチャンネルの日常を皆さんと一緒に共有します。今回は天然の着火剤ファットウッドの削り出しをご覧ください。今ご覧になっているのは近所の山で採集したファットウッドの原木。これから周りの不要な部分をナイフで削り出し、松ヤニが凝縮されたファットウッドにします。ファットウッドの使用用途は焚き火やバーベキューの際の着火剤として使う予定です。今回使用するのは型刃のナイフ。刃渡りは短めで太めの持ち手なので握りやすいです。好きなところから削り出していきます。端の方は繊維が変則的に通っているのでナイフが入りにくいことがあります。こういう時はテコの原理を利用すると比較的スムーズに削り出すことができます。本来なら軍手などの手袋をはめるべきですが、左手を火傷してしまい手袋をはめることができない状況です。皆さんは安全のためにも手袋をはめてくださいね。左手の親指でナイフを押しながら削っていきます。左の削った部分と右の削っていない部分を比較すると違いがよくわかると思います。左の琥珀色の部分が松ヤニが染み込んだファットウッドです。これからさらに削って松ヤニの部分を露出していきたいと思います。枝が少し小さめなので端の方が特に削りにくいです。削りやすさで言うなら少し大きめの枝の方がいいです。皆さんの手の大きさやナイフのサイズにもよりますが、長さ15センチぐらいで直径5センチぐらいの枝が削りやすいと思います。こういう削りにくい部分は要注意。変な力が入って怪我をしてしまうことがあります。全体を見渡して削り方を考えます。刃の入れ方によって驚くほど削りやすさが変わるので、木目などを見ながらいろんな方向から削りましょう。琥珀色の部分を避けて削り出していきます。徐々に琥珀色の部分の占める面積が増えていくのでワクワクします。削り出すといい音がします。まだ削り出していない部分と比べると音の違いがわかると思います。短い枝なので削りにくい。こういう時は方向を変えたりして削り出します。右手と左手の動きを上手に連動させると最小限の力で削り出すことができます。刃も根元を使ったり先っぽを使ったりしながら削り出しましょう。
出っ張りや段差のある部分はとても削りにくいです。刃の部分を変えたり持つ方向を変えたりしながら削ります。削りカスがたまったので一旦掃除。今度はこの出っ張りの部分を中心に削り出します。こういう出っ張り部分は本当に削りにくいんです。削りカス受けの位置を変えます。やはりなかなか手強い。木目が斜めに走っているので刃をまっすぐ入れても削りにくいです。こういう時に怪我をしやすいので慎重に。刃先よりも根元の方がこういう部分は削りやすいので根元も積極的に使っていきましょう。繰り返しになりますが安全のためにも左手だけでも手袋をしましょう。逆方向から削ってみます。お、さっきよりも断然削りやすくなりました。こうやっていろんな工夫をしながら削っていくのもファットウッド削り出しの楽しいところで、やみつきになりそうです。滑り台のように斜めっている部分は右手のスナップを利用して刃先を斜め部分に這わせるといい感じで削れます。それと左手に手袋をした方がいい理由にもつながることですが、実はただいま左手の親指に大きな水ぶくれができています。刃の部分を親指の腹で強い力を入れ長時間押すことによって水ぶくれができたのです。こうなると数日間その部分が痛むので刃を押すたびに激痛が走ります。仮に手袋をはめていたらこのような水ぶくれはできにくいので、快適なファットウッド削り出しのためにも皆さんはぜひ手袋をしてほしいと思います。それでは気を取り直して削り出し再開です。出っ張りが邪魔で刃の根元を使えないので刃先で削り出します。しかし刃先だと力が入りづらいのでなかなか思うように削れません。滑って左手を切ってしまわないように注意注意。この出っ張り本当に削りにくい。持ち方を変えてみましょう。ダメだ、このやり方じゃない。出っ張りのてっぺんが一番削りにくいです。刃の根元を使って今本当に危ない一瞬、お分かりになりましたか？スローモーションで、あと一歩で大怪我するところでした。
これが手袋をはめて欲しがっている最大の理由です。さあ気を取り直して削り出し続けましょう。この色が薄い部分も削り出したいです。刃先を使って狭い部分を削り出し、ちなみに左手の火傷ですが皮膚科も受診して塗り薬もしっかりと塗っています。今は火傷で死んだ表皮が剥がれてその下の赤ちゃん皮膚が表に出てきている状態です。見た目痛そうですが対処が良かったからかケロイドもなく順調に回復しています。機会があれば火傷の処置法についても別動画で語りたいと思います。というわけで削り出しも順調に進んでいます。削りカスをきれいにしてさあラストスパートです。松ヤニの凝縮した濃い部分が露出してきました。白い部分を削るとその下から綺麗な琥珀色が現れます。ただそろそろ削り出し始めて15分経過ですね。時間が進むごとに怪我のリスクも高くなるので改めて気を引き締めながら削っていきたいと思います。出っ張りのトン先を慎重に削ります。いい感じで削れてますね。ここでちょっと小休憩。5分ほどでしたがしっかりと休めました。最後の削り出し安全第一でお願いします。ここめちゃくちゃ硬い、歯が通らない。こういう時は反対側から削ってみましょう。少しずつですが削ることができました。ちょっとずつちょっとずつ最後の削り出しを進めます。完全に削り落とさずに反対側から削り直して落とすという方法もあります。
ここ歯と左手の距離が急接近しているので危険です。この部分になると感覚的には綿棒で耳くそを取り除いているのと似ています。取れれば取れるほど癖になるってやつですね。もう削り出しはほぼ終了。最後に白っぽい部分を削っていきましょう。段々になっているところを平坦に削れば見た目も良くなります。言うならばサラミソーセージ？見ているとお腹が鳴りそうになります。ビールでもあれば最高ですがね。え？ここ要注意。持ちにくいし端っこだし段になってるし。さあゴールはすぐそこ。油断せずに前を向こう。もうほとんど削るところがなくなってきました。皆さん今お分かりになりましたか？実は左手の中指をナイフで切ってしまいました。というわけでこの辺りで削り出しは終了。もう少し削り出したいけど怪我をしたらとにかく終わりです。皆さん絶対に手袋装着でファットウッド削り出しをお楽しみください。というわけで今回は天然着火剤ファットウッドの削り出しの様子をご覧いただきました。
最後にファットウッドに着火した時の様子で動画を締めさせていただきます。それではどうぞ。早っ。うわ、めっちゃ思い出したな。大丈夫かこれ、警報器。あそこ閉めてくる。換気扇つけて。皆さん、今回も動画ご視聴ありがとうございました。次回も皆さんのお役に立つ情報満載の動画を配信するので、バンチャンネルを今後とも応援よろしくお願いします。あれも出てくれへん。それではさよなら。閉めるやつ。あ、ちょっと